はい、今日は月曜日ですね。頑張ったよ ね。今日は臨時出勤。ちょっと ダンディーにしてないとね、ダンディーにしてないと笑われるよ、ね、ということで今日は、名古屋から内田さんが車検にいらっしゃるということで、ね、以前からリクトを可愛がっていただいてまして、なかなか、ね、土日がお仕事なので、今度行った時はね会いたいなということですので、まあ、ちょっとね社員には迷惑がかかるんですけど、まあ、ワンワンうるさいですのでね、人を見るとで、ですけど、まあそういうことですので今日はですね、臨時出勤してもらいました。本人は本件はもう来たいばっかりな、来たいなでもね土曜日だけどもね、また、うん、ということでですね、黒い車の紹介が多いんですが、今日は久しぶりに、白いレガシーを紹介したいと思います。ということでちょっと行ってくるからね、出題してて、今日偶然ですね、この車がルーティンの中で、西尾君が今チョイスをしてくれてるんですけどもね、昨日の書き込みの中でちょうどタイムリーというと変ですけどもね、5速と6速の長所短所を詳しく解説するという話だったんですが、まあ、あれ読んだ瞬間にはですね、なんでいつも散々言ってんじゃないと思ったんですが、ことはですね、なんで6速マニュアルが必要になったのかっていうところなんですけども、まあ、それは要はスバルそのものがですね、真剣にエンジン開発してなかったんですね。もう高く売っちゃっててですね、エンジン開発そんな真剣にしてないけども、それはどうしてかって言ったら、このミッションがあればなんとかなっちゃうからですね、5速があれば。ところがですね、それ以上の、まあ、300馬力のね、出力ですとか、それから、まあ、それよりトルクですよね、まあ、40キロ近いトルクを目指していこうとすると、もうこの縦割りのミッションじゃ持たないということなんですね。それで最初にミッションを作んなきゃいけないということを散々言おうがね、やらなかったと、そんだけのことなんですね。だから長所も短所も減ったくもなくてですね、6速というのはもともとですね、それがなかったらその上へ上がっていけないという、そういうステップの話になります。で、それが必要のない車にとっては過剰なものになるし高くつくので、そこが長所とか短所とかそういうことではなくて、どういうふうに選んで使っていくのかということですね。さあ、それでですね、6速マニュアルはそもそもこの車に必要だったということですね。この車で上上がろうとすると、もう GC8 ではボディも21世紀の、ね、安全基準にはもう通らない、ね、それから280馬力でももういっぱいいっぱい、ね、でも280馬力以上のエンジンなんているんですかって、もうスバルのその当時のエンジン業者は作らないわけですよね。ですから、まあそんなことじゃダメだって言って、当時の BGM がこの車に乗せるミッションを開発したところが、まあ逆にすごかったんですね。じゃあこれに、そういうエンジンを積む気があったのかっていうとですね、そんな気はですね、なかったんでしょうね。ね、で、なんでかって言ったら、まず一つはですね、この車は、100キロを軽く作らなきゃいけない、ね、目標の重量 のやっぱりその、いわゆる達成目標というのがあったんでしょうね。ですからすごい軽量化をやってのけて、あと足回りも当時のね、もう 今でも本当に
エキスパートですよね、高須さんとか森さんとかね、そういうシャシー の開発のもう、エキスパートがですね、持てる力を存分に発揮して、まあ、お目にかかったことはないんですけど、清水さんという BGM がこの車を作っていくわけですけども、まあ、当時、話題になったのがですね、非常に高い安全基準を持ちながら、ね、安全ボディを持ちながら、従来型に比べてこのターボモデルが100キロも軽いと、で当然あの何でもいっぺんにはできませんのでね、駆動抵抗を減らすために、エンジンとミッションのレイアウトもこう変えていくというね、そういうあら、まあ、いろんな思い切ったことをやってるっていう、そういう時ですよね。でカードが挿入されていません。これの280馬力の、まあ、5速マニュアルであればですね、まあ、十分あのそれまでもインプレッサで実績ありますし、まあお値段的にもですねそんなに高くないし、他にこれ金かかってるじゃないですか、すごくね。で5速でね、行こうと。で AT にも、AT にもお金をかけて、5速をタープだけは積もうということだったんだと記憶してますね。で最終型になって、6速が出てくるわけですけども、やっぱり6速の良さはやっぱり何て言ったってですね、1段増えれば増えただけプレミアムになりますから、当時6速のミッションを、6気筒に積んだら面白いよと僕は思ってまして、で6気筒に積むと非常に大人の車になるような気がして、実はその本質のことを言うと、ターボ車の6速っていうのは僕はどうでもよくてですね本当の話です。ターボの6速っていうのは本当はどうでもよくて、あの当時はもう6気筒エンジンと6速の組み合わせばっかり考えてました。あのこういうのが出たらいいのにな、6速と6気筒なんで組み合わせてくれないのかなと、ほんとそればっかりね考えてました。というのは6気筒も出たんですよね、あのその前の BH 型から6気筒が出て、で、そのエンジンを改良してこの BP 型には バルブリフト量が変わるエンジンをね乗っけて、でシューンと回るいい車にしたわけですよ。そしてくると6速との、まあ、意味がね、組み合わせる意味が十分あると、まあ、そんなに思ったわけです。で当然トルクが下からスムーズに立ち上がりますから、6気筒はですね、エンジンもミッションも無効になるわけですけども、なっても十分成り立つと、いうことで、歓迎してました。できてきてね、そしたら、まあ、バリエーションの中で、ターボにもね、当然 6速をね、積もうという動きが出てきて、で積んで、当然メーカーがやることですから、積んできれいに適用させて、ね、適用すると上質な変速フィーリングで、でターボの特性もよく引っ張り出す、いい、性質の車になったと思います。そういう成り立ちなんですね。なので、じゃあその時に6速に全部しちゃいのにどうして5速を残したのっていうことになるじゃないですか、ね、そうするといつも言うように軽いからですね、それからお値段も安く作れると、これが理由ですね。もうはっきり言ってそれが理由です。で6速があるからといってドライバリティがですねものすごくこの差が出るかっていうと、まあそうではなくて、確かにクロスレシオの5速に、巡航用 のオーバートップが加えられるので、22B なんかの作り方を見ると分かるんですけど、あれ結構トルクがあって、パワフルなんですけども、
クロスレシオのトランスミッションが乗ってますので、高速巡航するとギアがねずっともう一足上のギアがあると、いいのになって思うことが EV なんかあるんですけれども、まあ、あれに、6速なんか乗せるとですね、今度は車体の剛性が持たなくなるんでダメなんですけども、そういうことを全部作り直していってメーカーが詰めるようにしたものになると、これ適応性がまた全然違いましてね、こいつの場合にはその最後の方で、ちゃんと乗るように6気筒でやってますしね、まあ比較的簡単に最後に6色が出てきたわけですよね。でお値段、あとは重量、そこに、ネガティブな要素はあります、ね、よろしいでしょうかで、この5速マニュアルの今、前期モデルですよね、前期モデル、こう走らせてみますとね、車の軽さっていうのは本当によく表れてますよね。軽い感じがね素敵です。さて、まあ、いつものね起伏のところスピードでね、工事が始まりましたね、行けって言ってます。工事が始まりましたね、ね、もう始まりますよって前教えてくれた人がいますけど、こんな風に、ね、やってますよ、もうなくなりますよ、ね、なくなりましたね、 ね、皆さんこれでなくなります。今日でね、今日からこの非常にベンチマークとしていたこの場所、さよならですということでですね、で、ね、やっぱり大変な場所だったんでしょうね、記念すべきシーンをね今、映させてねいただきましたね、かなり下の方から削らないとダメなんでしょうね。さあということでですね、その MT の話を昨日もして面白かったですよね。演奏怖くて、諦めるなみたいなこと書いたらですね、それはどうでもよくって、嫁がね、嫁が AT 限定免許なんですっていうことでね、それはもう全然話の次元が違いますねってことなんですけどね、やっぱり女の人でやっぱりなかなかね、6速とか5速とかっていうのをこうこねくり回して走らせようっていう人はね、まあやっぱり、少なくなりまして、昔はねそれしかなかったから免許がね今そんなことしなくてもね、エンストせずに乗れる AT 車だけで免許取れるわけですから、それはねやっぱり仕方がないですよね、はい、ですからいずれね MT なんて消えていく運命のね、ものだと思いますね。ただスポーツっていうことになった場合に、やっぱりほら楽器もそうですよね、楽器を演奏するって言ったらこう面倒くさいことするわけじゃないですか。でシンセサイザーとか、いろんなこう電子楽器で、パソコンで音楽も作れちゃってポンってやれば自分のプログラミングしたやつがビヨビヨビヨと流れるっていう、まあ、オートマチックっていう部分で楽しむことができると思うんですよね。それはそれで楽しいと思うんですけども、やっぱりマニュアルで操作する楽器の方がやっぱり楽器らしいっていうと叱られるかもしれませんけど、ね、僕もギターなんかまた弾きたいなと思うんですが、とてもそういう時間が取れなくって、まあ時間作ればいいんですけど、優先順位からするといずれはねギターもいいなと思うんですが、
昔弾けるようになった時は嬉しかったですよね。スリーフィンガーのね、ピックでスリーフィンガーできるようになった時は嬉しかったですね。ピンピキピキピキピンってね、あれをね、ピックでやるっていうのは結構ね、難しかったのはちょろっとできて、そこからギターが楽しくなった思いがあるんですが、もう高校時代で、大学行ってからギター弾かなくなっちゃいましたね。それ以来シェパードカウンと一緒でですね、40年以上、ギターをずっと我慢してますね。それと一緒でですね、やっぱり、昔これに乗ってた人が、マニュアル車に乗ってた人がAT で我慢してきたけど、まあ、これを機にもう一回マニュアルに乗りたいなって思われる方多いし、まあ、逆にマニュアルじゃなくて AT でもですね、まあ、今スポーツシフトとかパドルシフトとかあるじゃないですか。あれがあればそれは楽しめるんで、ちょっと過激な、昔はもう二の足踏んだけども、ターボ車のドロ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 っていうやつをやっぱり自分で調教してみたいなとかね、我慢してたことをやるぞっていう、そういうやっぱり背中を押される、ブーストされる ね、何かブーストされるきっかけっていうのはやっぱり人は待ってますからね。でそういうブーストされるきっかけが、まあできた時にですね、まあ、6速もいいんですけども、このレガシーのそのツーリングワゴンの5速って、このタイプですよ、このタイプの。おそらくレガシーシリーズの中でこの次にはですね、このミッションの6速化をした大きな BR 系の MT のやつが出てきて、あれも特徴がある、実に深い特徴を持った車なんですけども、280馬力っていうエンジンパワーを最初に得たのがこの2世代前のレガシーなんですね。で、BG 型のレガシーっていうのは最初にそのビッグマイナーチェンジで、280馬力のエンジンと5速の組み合わせを出してきた時に、実は僕はすぐ入れました。ですぐ入れて、そうやってこの雰囲気が、こんなに低速でトルクが出ないんですよ。低速で出なくって、こう踏んでいくとですね、あれ私がツインターボだったっていうことがあって、うーわーって効いてくるんですよ。で、ぐーっと効いてくるんですけど、なんていうのかね、ドラマティックな演出はいいんですけど、問題はですね、何が大きな問題だかっていうとですね、低速トルクがもう全然ないので、実用上不便なことがいっぱいあったんです。実用上不便なことがどういうところで起きるかというと、急坂で発進ができないんですね。でこういう山間部ですね、急坂の発進がどういうところで必要かというと、ちょうどここであります。今やってみます。ここです。これ偶然ですけども、いいですか。この TY75 のこの軽いミッションとこのチタンターボエンジンですね、これこんな風に出る、こんなに簡単に出てくるんです。ここからのですね、この端見ててくださいね。これ暗く出てくるんです。軽さの良さなんですね。よく軽さは性能だって僕は言うんですけど、この車ってこういうところでお客様のところにですね、その車でセールスに行って、 BG 型のターボはですね、ここでこう出ようとするともうここで前出ない、どうしようと。でハンクラッチをうわっ使うんです。ハンクラッチをでなんとか動かして、で、その上で、そこを脱出して、ちょっと向きを変えてあげれば、下りにしてあげるとかね、そうすればなんとかなるんですけども、まあそれはね、やっぱり見事にね、ネガティブな要素を持った車だったんですね。でそこへ持ってきて、今度はその次の BH 型になってくると、もう少しいろんな工夫をして、あれもまだ相変わらずツインターボを使ってましたので、そんなことはなくなったんですけども、まあ
ドシーさんの乗り心地の代わりにあいつはまた車が重いんですよ。まあ開発コード 66L って確か言ったんだと思うんですけども、まああれはですね、そこはもう、どしっとした重厚感があって、マッキントッシュもついてきたし、それから RSK が出てきて、ビルシュタインも導入って良くなったんですけども、あれはさらに重くなっちゃった。で、これが世の中に出てきて、今みたいな性能になる、ね、そこがねやっぱり自動車の、ね、開発も面白いというか素晴らしい開発ですよね。こういう課題がある、ここを良くしていくとこうなる、レガシーはどうあるべきかということをもういろいろとこの、検討を課題に挙げながら、あの時代、この時代ですよね。もうちょうど、まあ、GM もバックについてて、ね、まあ、今とトヨタと今の関係ですよ。こういうことを GM とやろうとしてたんですね。ですから GM にとってはスバルはプレミアムカーになれるということで、そういうことを担おうとしてたので、こういう車が出てきたと思えばいいわけです。そういう解説をすると、おそらく何がメリットで何がデメリットかということは、おのずと解がね導き出されると思いますのでね、まあ、面白いね書き込みだと思います。普段ならできないんですね、あれにいちいちお答えするわけにはいかない、難しいので。ところがですね、たまたま今日のお題がねこれでしたので、ね、あ、ちょうど話ができるなということでね、取り上げさせていただきました。ということでですね、まあこういう色も面白いし、こういうのもね、まあ、この4代目レガシー、ね、最初はイメージカラーシルバーでした、ね、シルバーでしたけども、僕はまさにこれのオートマチックを押しましたね。この色のサテンホワイトの白のマニュアルをね、乗ってました。あれ運動性能が良くってね、忘れることができないです。運動性能がいいので、まあ、本当にね、ぶつかる寸前のところを切り抜けましたけど、透明走ってたんですよ。で、透明も追い越し車線も走行車線も車いっぱい で左側はトラックがずっと連なってて、でトラックも結構速い速度で100キロぐらいで走ってたんで、前はずっと何て言うんですか、追い越しながら徐々に追い越しながら行く車がこう連なってましてね。で、車間距離を取ってましたね、車間距離を取ってましてね、その時に、なぜかですね、前を走るグランドかなんかだったと思うんですよ。ああいう形のものだったと思うんですけど、エルグランドかノアとか、あの頃のじゃないエスティマかね、エルグランドとか、ああいうものがいきなりですね、中央ブリーターにガーンとぶつかった。うわっと思いましたよ。何せこっちはトラックいるんで逃げ場がないし、でブレーキ踏んだって間に合わないし、もちろんブレーキ踏みましたけどね、間に合わないし、もうどうしようかと思ったら、もう左に避けるしかないじゃないですか。で左にガーッて避けてたんですけども、こっちの車に当てたくないし、そしたらですね、トラックのつながってるちょっと間に空間があったんだと思うんですけども、そこにこうスーッと入って、ミラーのほんと右側をそのドーンと当たって車にちょっと斜めになって止まったんですけども、スーッと吸い抜けることができたんですけども、本当にね、俊敏で、運動性能のいいすごい車に乗ってたおかげで、この車に乗ったおかげで、当たらなかったっていうのは、あの時はね、本当にぶつかってたら立てさすまないのでね、ああいう時って面白いですね。なんかね、すごい昔のお祭りとかね、子供の頃のお祭りのもうダメだと思った瞬間って、そうなんですね。うわダメだと思ったんです。本当に走馬灯のように巡るっていうのはああいう時ですよね。
お祭りの思い出とかそういうのが脳裏にパパパパパパッと出てきたんで、あの時はですね、いや半分ダメだと思ったんですよね。そんなね、思い出が今ね、頭の中によみがえりましたね。さ この手の車はシンプルな性能なところもとてもいいです。あのもう乗って運転すればいろんな要素何にもないのでそんなにもう覚える必要はないけれども、オオカミスイッチもないしコネクトもないし、自動ブレーキもないしね、Bluetooth もないし、ね、でだけどやっぱり今日も午前中ソルテラの、 あの写真を撮るためにソルテラに乗って、あの工業団地 の、 あの駐車場にてソルテラを撮ったんですけど、うちの会社から出ていくときにですね、もうそれはねやっぱりね、あのものすごく細かくここに出るんですよ。あの床下が透けて見えたりもするんですよね、あの車の周りに大丈夫だって当たりはしないっていうのが出るわけですよ。で最近やっぱりね、後ろなんかがねもうちょっと下げると当たるんじゃないかとか不安になる時が多いんですね。でそういう新しいそういうギミックがついた車っていうのはやっぱりね、あの人間の心理的負担を減らしますよね。で、あの特にこのソルテラなんかはですね、ものすごく説明しなきゃいけないところがあって、それでソルテラもそうですし、クロストレックこれから買っていただいたお客さんもそうですけど、もうなるべくですね、なんとかあのたくさん説明をさせていただきたいので平日納車させてください。あの土日の納車はですね、ものすごく困っちゃうんですね。でこれお客様に、ま、お待たせした上でですね、私が休みの時に車取りに行きたい、俺だって休みしかなかなか時間取れないんだよっていう時だとですね、限界がありますね。ですから特に電気自動車の今度のコネクトなんかはですね、あの十分な時間がいただきたいので、なんとかですね、あのたくさんあの時間の取れる平日にですね、平日に、なんとかあの、お願いしたいと思います。もう環境もですね、土日はもうごった返すんですね。でそういうごった返す中っていうのはやっぱり落ち着いてなかなかですね、あのご説明ができないので、ぜひ平日 の、 あの時間をちょっと作っていただいて、お話をね、たくさん聞いていただいて、また質問もね、気楽にしていただけるような、まあ、そんなのご協力をいただけるとですね、助かるなと思います。とにかくあのクロストレックも、まあ、ソルテラもちろんそうですけども、全く新しい機能がいっぱいついてます。クロストレックもですね、あの価格帯ではですね、考えられないほど充実した装備になってますから、あのそれをやっぱりせっかくならあのフェイストゥーフェイスで、説明をね受けていただきたいと思いますので、平日納車をぜひよろしくお願いしたいと、最後に、ご協力のよろしくお願いします。じゃあ今日の動画はこれで終わります。